皆さんこんにちは。現役産婦人科医のママジョイ千恵子です。皆さんは性交渉をした後に病院で診察を受けたりしたら、性行為をしたことが医師にバレると思いますか？産婦人科を受診したら前の日に性交渉をしたのが分かってしまうのでしょうか？実は女性の産婦人科の診察だけではなく、男女とも内科の診察や検診でも医師や検査技師に前日に性交渉があったことが分かってしまう、そんなケースがあったりします。もちろん私たち医師や検査技師などの医療従事者は患者さんの個人情報は厳守しますし、もし分かったとしてもそれをお知らせしたりすることもないですので、そこは安心していただいて大丈夫です。その上で今回はそんな裏話的なところをお話ししていきたいと思います。チャンネル登録やコメントをいただけると励みになりますので、ぜひポチッとお願いいたします。さて、皆さんは明日はクリニックで検診だとか、明日は病院で診察だっていう日でも、タイミングによってはパートナーと性交渉の機会があるということもあるかもしれないですね。でも人によっては医師や看護師に前日に性交渉があったことがバレてしまったら少し恥ずかしいなって思う方もおられるかもしれないです。もちろん性行為があったことが 100% わかるというわけではないですけれども、前の日に性行為をしたのが診察した医師や担当した検査技師にバレてしまうケースもありますので、こちらについて解説していきますね。まず一つ目は産婦人科で診察を行った場合の話ですね。これはもちろん女性に限った話になります。妊娠や出産に限らず、織物の検査や子宮頸がん検診などで産婦人科を受診される方がおられます。よく産婦人科を受診される皆さんが気にされるのが、あの内診台に乗らなきゃいけないのっていうことから、内診って痛いのかなみたいなところがあるかと思います。別動画でも解説していますが、すべてのケースで内診が必要になるというわけではありませんし、必要な場合のみ内診台での診察をさせていただくことになります。ただ実際に何らかの検査を必要とする場合には、産婦人科特有の診察である実況診が必要になるケースが多いです。実際に織物の状態であったり、膣や子宮頸部を診察していくためには膣鏡診を行うことがどうしても必要になるんですね。具体的な話をすると、膣鏡診を行う時にはクスコっていう機械を膣内に入れることによって膣や子宮頸部を見ていく形になります。もちろん膣鏡診は強制ではありませんので、もし検査を望まない場合には無理強いするものでもないですので、そこはご安心くださいね。というところでちょっと話が逸れてしまいましたが、この産婦人科特有の診察である膣鏡診を行うときに、昨日性行為をしたんだなっていうのが分かることがあります。例えばコンドームを使用しないで膣内に出した場合で、性行為をしてから時間が経っていない場合だと膣内にまだ残っているっていう場合があったりします。コンドームを使用した場合は、コンドームが破れてしまうなどのトラブルがない限りは膣内に残ることはないんですけれども、中に出した場合には一部が残っているっていうことがありますね。もちろん日常動作を行っているうちに膣の外に排出されていくものですので、時間経過とともに残っていることは少なくなってきます。ほとんど残っていない場合だと、膣や子宮頸管から分泌される分泌液と混じり合ってしまってよくわからなくなるんですけれども、時間が経っていないと残っていることもありますね。ちなみに膣内に毛があるっていうことなんかもあります。基本的な日常動作で膣内に毛が生えるということはないですので、性行為をして数日なのかなっていうことが考えられたりしますね。性行為後すぐの受診というと、緊急避妊ピルをもらう場合なんかがあるかと思いますが、その場合には膣鏡診はないのでご安心ください。それ以外の場合で子宮頸がん検診や織物の異常などで受診される場合には、前日に性行為をしていて中に残っている場合には検査結果に影響が出ることもありますので、できれば控えておいた方が良いかと思います。
余談ですが、性的な被害に遭われた方の場合で事件性があるものの場合には警察の立ち会いのもとで膣内に残っている精子や毛を採取して証拠として扱うということもあったりします。さて、ここからは男女両方に当てはまる話になります。女性だと膣内の診察をした場合に前日の性行為があったかどうかがわかるっていうのも納得かもしれないですが、実は男性であってもわかる場合があります。それはどういう場合かというと、尿検査を受けた場合ですね。尿検査の中でも特に尿沈査といって、尿の成分を顕微鏡で見る検査をするとわかります。男女ともに前日の夜に仲良しをした後に尿沈査を見ると、尿に精子が混ざって見える場合があるんですね。特に性行為をした後の1回目の尿だと見えやすいです。男性は尿の通り道と精液の通り道が重なっているので、性行為の後の1回目の尿だと尿道に残っていた精子が尿と混じるので、尿を顕微鏡で見ると精子が見えてしまいます。ちなみに男性のセルフプレジャーの場合でも同じように、特に1回目の尿だと分かりますね。女性の場合は男性より分かる可能性は低いですが、性行為をした後に尿道口あたりに精子が付着していると、それが尿に混じって見える可能性があります。ただコンドームを最初から適切に使用するなどしていれば尿に混じることはないですので、ご安心くださいね。ということで、今日は性行為を行った後の診察についてのお話をしてみました。前日に行為があったとしても診察する際に問題にならないことも多いですし、特に医療スタッフがそれに気がついたとしても前日の性行為について言及することはないんですけれども、もし恥ずかしいなって思う場合にはちょっと控えるといいかもしれないですね。また女性の場合には、先ほども言ったように子宮頸がん検診や織物検査をする場合には検査結果に影響する場合がありますので、もしそのような検査が予想される場合にはできる限り前日の性行為は控えるようにするか、しっかりとコンドームを着用しておくことをお勧めいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。